っか行った。オッケー。おい、行こう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 。よし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 、いいよ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 。で、こうバレて。なんで引き返すの今なんでやなんでやなんでや今のはい、どうも、皆さんこんにちは。山本申します。毎度お気に。本日はですね、ちょっと4人のリーグマッチでこんなことやってみようかなと思います。それは、北斎の塗り跡をイカ忍者で進めば、絶対にバレない説まあ、これ何言ってんのかというとですね、まあ、チームの味方ですね、誰かにですね、北斎でこう、べーっと前に進んでもらいます。はい。で、その塗り跡をですね、私がイカ忍者でついていくと。で、まあ、なんだろうな、北斎でこう進んでるのを相手が見るとですね、やっぱり北斎にこう目奪われるじゃないですか。そう。なので、まあ、こっちに気づかないと思うんですよね。はい。で、まあ、北斎の、この、人がやられる前にですね、まあ、その北斎を倒しにこの来た相手を、ローラーで倒してやろうっていう。わかる？わかるかな？もう、わからんと思うから、もうちょっともう本編行こう。どうぞ。はい、ってことで、北斎の塗り跡をイカ忍者で進めば絶対にバレない説やっていこうかなと思うんですけれどもね。なぜ、パブロじゃなくて北斎なのかっていう、疑問はあるかなと思うんですけれども、ね、北斎じゃないとね、塗り跡の幅が足りないよね。多分、パブロじゃねえ、イカ忍者つけててもなかなか難しい。オッケー、ちょっとそろそろなんか、敵陣に行きたいところでもあるが、どうしようかな、これ右回りで行く？よっしゃ、行こう。いいよ、いいよ、行って行って。いいよ、いいよ、ドーン、行って。ほら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 、ほら。あれ？けど今。あれなんか今意外とバレてなかったな。あれ？あ、やって、いや、はい、やっとく。はい。ジュルダさんどこ？あ、いやいや、いいよ、いいよ、いいよ、ゴー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 。あ、よし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 。てて。ここいかに関係あれへん。あ、どうしたどうした。あ、ちょっと待って。待って。インクなくなってもうてますやん。それは話しちゃうで。ちょっと気づきましたね。この、アジュフライスタジアムというステージ、今回の検証に、死ぬほど向いてないですね。死ぬほど向いてない。これなぜかというと、まあ、正面もしかり、この右のスロープもしかり、濡れない床がね、必ずしも存在するっていうね。必ずしも存在するっていう日本語おかしいですね。すいません。間違えました。必ず存在するんですよ。はい。なので、良くない。はい。非常に良くないです。はい。なので、まぁ、ちょっと普通に一回たらこうか。一回普通にたらこうか、これな。うん。嘘。いける！あおいー赤普通にスプラトゥーン楽しんでもうてる。これはこれでありやな。頼む、ザトウ来てくれ。ザトウ来てくれ。ザトウ、ザトウ、ザトウ来てくれ。ザトウ来てくれ。頼む、ザトウ来て。あ、来たー。違う、今のアジフライ来るとこ。これもう初手から行っちゃうか。さあ、左来てくれ。よし、行け。よし。ゴー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 。これバレへんやろ。あっ。あ、ごめんごめん。ごめんごめん。うっかり見殺しにしてしまった。申し訳ないと思っている。あ、わかったわかった。結構ね、ぴったりついていかな。塗り跡がね、やっぱ結構途切れがちだというところは分かった。オッケーオッケーオッケー。あ、オッケーオッケー、来た来た来た。ジルダンさん、じゃあインク回復して、インク回復して、最後。最後。最後。レッツゴー。レッツゴー。よし。よし。なんか違うな。なんかあれよな。トーピーとかさ。なあああかん。マリオカート Wii のファンキーコングの鳴き声みたいな声出た。ほんのーみたいな声出すやん。これ言うとくけどめっちゃ似てるからな。ちょ、参考の音声あったらなんか、ちょ、貼っとくわ。ほんのー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 ああ、ダメやった。はい、アジフライ、ダメー。
じゃあもう初手かまそう。初手右裏、右裏裏取りいっちゃわへん。わお。非戦ばっかり。なぜ片言になったのかって。ジルダさん、どっかで一回復せないとやばいよ。その辺で一回復して、一回回復して、一回喋れるよ。ほら、いけいけ、よしよし、ゴー。おーええー、今の俺の計算では死んでたんやけどな。よし、右から。この溝から、よし、レッツゴー、あっいや偶然俺にね、あのハイパープレッサーのピントが合ってしまうということがね、今起こりましてですね。はい、いや、はい、自由にって、自由に駆け抜けてくれ。はい、いいね、あーいいよ、あーいい、あーいい。なんか違うねんな、そうじゃねえ感がすごいな。そもそも北斎がバレてないもん今の。どっか行った？ OK。あ、行こう。よし、いいよ。で、こうバレて。なんで引き返すの今なんでや今の話しちゃいますやんそのね、その切り返しは俺にはさすがに読めへんわ。いや、なんかそれっぽい動きはできてるで、今。それっぽい動きはできてる。うん。確かにかなりバレにくいとは思う。これね、相手が攻撃した時の、あの、インクで、道が途切れんのよな。で、相手は別に道を途切れさせてるね。自覚ないと思うねんけど、途切れちゃうのインクが飛んできて。もうそれが非常に良くない。さあ、ゴー、行っちゃえ。これいいんじゃん。これバレてないでしょ？NO!よし、アジフライはダメなんですけど、あの、今回からね、ちょっと作戦変えまして、ちょっとメインで倒すのがね、これ若干厳しいというところで、まあ、今回ね、これなんとスパイガジェットを連れてきてるって何？持ってきてるっていう感じで、あの、あれなんですよ、あの、スーパー着地ですね、スペシャルに頼ってやろうっていうところで、あの、バーンと北斎でこう進んでいってですね、その後ろついていきつつ、最後ね、あの、スーパー着地を潜伏から決めてやることで相手をキルしていくっていう作戦にちょっと変えよう。うん。さあ、いいよ。さあ、たまった。さあ、どうや。さあ、レッツゴー。さあ、行く。さあ、どうだ。お、今なんかイカが見えたな。あ、ちょっと待って、早い。待って。え、ん？なんだこれ。何の時間これ。ほんで。うん、ほんで。ほんで、来た。ほんで来た。さあ、バレてない。さあ、どうだ。さあ、相手に浜がついてる。待って。違う。なんかいろいろ違うやん、今の。よし、レッツゴー。あー、いいよ。で、ここからはちょっと速度落としてもらわないと私もね、いけないですよ。はい。で。違う。裏回った時、誰も気づかれてないから。もっとあの、敵に向かっていかなあかんな、これ。わかった。いいよ、降りてこへんかな。あ、来た。いいよ。ちょ、むずい。あのね、北斎の動きに、あの、俺がついていくのはもう無理やな。今のは。うん。別に直線的に突っ込んでいくのはどうしても無理やわ。ちょっとあれやな。場を整えるときに、あれですね。割と、苦労しますんで、使える武器でいきますね。まあ、っていうのもあるんですけどね、ちょっとやられすぎてイラついてきましたみたいなところも正直あります。オッケー、溜まった。オッケー、いいよ。え？なんで俺が死んだ今の。オッケー。採用準備万端。さあ、下降りて。どこ、ジルダンさん。オッケー。どうやこれ。おら、うわお。これバレてへんかったやろ。これめちゃくちゃ綺麗やん。はい、ってことで、まあ、これが正解かどうかは正直私にも未だに分かってないんですけれども、まあ、この辺で終わりにしようかなと、はい、思います。
ちょっとほんまに成功シーンが短すぎて、若干開けないところはあるんですけど、まあその辺ねゴミくずのような失敗シーンで補っていこうかなと思いますね。はい、すいません、さよなら。よし、ちょっと一旦返すか。うん、一旦返して一回喋れる。喉の調子悪くてもうノバウサギのキレないわ。みんなには一緒に聞こえてるかもしれんけど。さあ、いいですよ、お好きなルートに行ってください。おっぱカンナムスタイル。はい、カンナムスタイル出ました、ありがとうございます。よしよしよし、たまったたまった。どこどこどこ、ジュリアさん、ジュリアさん、オッケーオッケー、レッツゴーレッツゴー。おで、ここ、はいはい、おー、気合で1キロこんなテンションゲーちゃうで俺。うん、最近俺ちょっとあれ言ってないから言っとくか。ちょっと言っとこ。ちょっとみんな、ちょっと待ってや。最近ちょっとあれが不足してるやん、みんなも。行く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 、みんな。行くみんな。あ、あ、あ、熱っ、あ、熱っ、あ、あ、全然熱くないアクアパッツァ全然熱くないパターンでもう強引に言えちゃうんですよね。うん。はい。ここでこれ着地で1キロ乗ってきます。OK。いいよ。これでいいけどな、別に。あ、こっちにしようか。装備出さない、ほんで。どういうこと？